用意さム抜きは台湾の柔道選手。階級は 60kg 級。パイワン族。2013年にアジアユースの 50kg 級で2位。2014年のアジアユース 55kg 級で3位になった。2017年にはアジアジュニアの 60kg 級で優勝を飾った。2018年には地元で開催されたアジアオープン台北で優勝すると、 アジア大会でも3位に入った。2019年のアジアパシフィック選手権では、決勝で小ガシズテルと対戦すると、GS 含めて14分もの戦いの末に、反則負けして2位だった。世界選手権では2回戦で、前年の世界選手権2位であるロシアのロベルと、虫人バゼに反則勝ちするなどして、準々決勝まで進むも、ジョージアのルフミチフビミアニに、 技ありで破れると、その後の敗者復活戦でも、リオデジャネイロオリンピック銀メダリストであるカザフスタンのエルドススメトフに破れて7位にとどまった。グランドスラム、大阪では準決勝で、世界3位の長山隆二に、技ありで破れるも3位になった。2021年のワールドマスターズでは2位となった。7月に、日本武道館で開催された東京オリンピックでは、 チャイニーズタイペイの選手として柔道競技初の決勝に進んだ。その決勝では世界チャンピオンの高藤直久に反則負けしたもののオリンピック柔道競技でチャイニーズタイペイの選手として初めてメダルを獲得した。アイフ世界ランキングは5005ポイント獲得で2位。ありがとうございます。